こんにちは、ひかりです。以前っていうか前回の動画で、これの動作確認をしたんですよね。ベータテーププレイヤー。てか、ベータデッキなんだけど、うん。まあ、ベータってやつなんだけどね。これね、で、まあ、今のところね、テープは飲み込んだというか、入れてもすぐ出てきちゃうんだけど、再生とかせずに。このテープを押すと、まあ、飲み込んで再生はできるんだけど、映像が乱れる。つまりヘッドクリーニング。プラス、こう、押さないと入んないし、入ったら出てこないから、これのなんか、テープを出し入れするギアじゃなくて、出し入れするとこのゴムベルトが、うん、テープの出し入れにゴムベルトって使われてるんだよね、多分。なんかカセットテーププレイヤー昔修理した時に、テープの出し入れで、ちゃんと最後はまんない理由が、ゴムベルトの緩みだったんだよね。うん。なので、そこの、これにあるゴムベルトを一箇所ね、付け替えれば、もしかしたら治るんじゃないかなということで、まあ、とりあえず開けてみたいと思います。リモコン付き。このリモコン大事ね。うん。もしこの修理失敗してもリモコンは売らないと思います。さあ、じゃあ開けていこうと思うんだけど、多分っていうか、ここの4箇所あるんだよね、多分。4箇所。こっちに2箇所あって、ここで。こっち側にもあって。で、ちょっと待って、裏確認してなかった。裏ちょっと見てみようか。よいしょ。裏は、あ、裏は特にそうなんだね。なんか、うん。ありそうな感じはないので、ちょっと横だけ外してきます。結構大きめなんで、ネジが。ちょっと大きめのドライバーを持ってきました。いつも修理に使っているメガネ用のドライバーではなくてね。お、硬いぞ。お、はい、はま、取れた取れた。でも変に緩いよりはいいよね。変に緩いとさ、あれ最近これ修理したのかなってなっちゃうじゃん。ちょ、これのケーブル落としていくから外すね。あ、そう、ライン入力出力についてはまだね、何も解決してないです。だから音はちょっとわかんないけど、まだ。よいしょ。4箇所しか外さなくていいのはいいね。あ、ここちょっと軽めだったな。でもなんかネジがなくなってるとかは辛いからね、ちょっとね。よいしょ。ちょっとこっち側向けたいな。あ、なんか回転台持ってくればよかったな。見やすいように。あと後ろの富方運は、片付けとけよかったかな。機械修理と富方運ってあんま、一緒に動画にしてる人いないよね。よいしょ。まあもちろんね、コンセントは抜いております。コンセントは抜いてます。ね、抜く前にね、ちゃんと放電もさせてるんで、多分放電してると思います。はい。なんかでっかいアンプとかになると、ほんと人さ、気絶するレベルで電気流れるって話聞いたことあるんだけど。さあ、じゃあ開けまーす。開くかな。あ、なんか取れた。なんか落ちてきた。ここがプラスチックが割れてるんだけど、ちょっと。この角の、見えるかな？ここ、ほら、経年劣化で。まあいいや。これはね、もうどうしようもないのでね、このプラスチックは仕方ないっす。よいしょ。外しまーす。ちょっと待って。難しいな。よいしょ。よいしょ。本当は難しくはないんだけどね。この作業、あ、そっか、下にちょっと指入れなきゃいけないからちょっとこっちでやるわ。うん、なるほどね。どういうこと？これね、本当はね、軍手してやった方がいいんですよ。この角でね、指切ったことあるから。角っていうか、このあ、やっぱこのプラスチックがちょっと割れてるな、一箇所。おー、取れた。汚ね。焦げた跡みたいになんないけど、大丈夫これ。焦げじゃないか、これなんか汚れか。すす汚れみたいな。やっぱりこの角のプラスチックはちょっと割れてますね。これは多分貼り付ければ、治るな、これ。プラスチック用の瞬間接着剤みたいなんで。このさ、水も映ってないか。よいしょ。この角。この部分なんだけど、ここね。見えるかな？この部分。あとでここ貼り付けます。はい。さっきのちっちゃいパーツはもういらないけど、このパーツはちょっと取っとこう。で、わー、なるほどね。視聴者さんがね、コメントで言ってたことが分かった。ここに平たいゴムベルトって、これがね、死んでたらやばいって言ってたんだけど、これはちょっと緩いけど、ギリ動いてるな、これ。ほら、平たくてギザギザがついてる特殊なゴムベルトが使われてます。はい。で、ここだな。
この出し入れに使われているこの部分、ここら辺にゴムベルトがあるはずなんだけど、どこだろう。見えるかな。まず一体全体像を映しとくね。はい。機械多すぎない？こっち側とか何に使ってんの、こんなに。ビデオデッキこんなないよ。わー、すごい。で、ここら辺に多分ね、あるんだよ。ここら辺なんだけどな。これにゴムベルトがあるか、なんかね、油みたいのがめっちゃあるね。これは多分わざと塗ってあるんだと思うんだけど。わ、ほこりがすごいな、これ。なにこれ、なんかテープもう巻いてない？これ、大丈夫？これ。ん？どうなってんの？これ。もうテープ巻き出してない？これ、ちょっと。これ、このテープは何？で、これがヘッドでしょ？ヘッドは簡単にクリーニングできそうなんだけど。すごいね。思った以上に、この汚いというか、古臭い感じ。汚いっていうか、もう古臭い。よかった、ズボン履いてて。さっき開けたやつの角にさ、ズボンが、引っかかった。ほう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 。これが出るかどうかなんだよね。とりあえずじゃあこれ外してみる。この天秤っていう、天秤って何、この板。板っていうか、この鉄。ここ外さないとちょっと、さすがに見づらいよね。ちょっと見えるかな？これぐらいにしとこうか。こんな感じで。よし！いって。よかった、ズボンが大丈夫で。なにこれ。あ、テープがもう開いちゃってるな。テープが今再生されてる途中の状態になってるから、今取り出したらやばいよね。テープが伸びちゃうよね。テープがほら再生されてるとこ開いてんの、ここ。ちょっととりあえず開けるわ、ここ。あ、これでかいのじゃ開かない。どこ行った？どこ行った？ドライバー。おもちゃが大量すぎてわからん。あった、このね、メガネ用ドライバーで開けます。ここ多分外しといた方がいいよね。よし、このネジはね、普通のドライバーの方が、まあこれぐらい外すのはね、大したことないんで、もしいらなくてもね、外しとかないと分かりづらいっていうか。おやべ、びっくりした。なんか硬すぎて、このさ、やっぱいいドライバーじゃないとさ、ちょっと待って、これね、ちゃんとね押さえつけないとね。下に、おー、ウッディまで倒れた。まあいいや、置いとこう。これね、ちゃんと下に押しながらやんないとね。あ、ちょっとこれ硬いな、ここ。あ、ちょ、2箇所硬いな、これ。ちょ、ドライバー厳しいかもしんない、これ。ちょ、こっちで行くか。こっちで行けないな。中間のドライバーがないと厳しいかもしんない、これ、ちょっと。で、これ外さなくていいんかな？どう、外したくないな、こんな硬いと。でもゴムベルトの感じがよくわかんないんだよな。これ何？これがでも、このゴムベルト生きててよかった。これないとね、結構特殊なやつだから、修理厳しいらしいからね、これないと。あ、ちょっとネジ舐めそうだな。ちょっとドライバー変えよう。ここ取ってもさ、結局、どこに行くってわけでもないんだよな。よくわからんだけど、今んとこ。
そう。ここら辺に、ゴムベルトっぽいのがないかなとも思ったんだけど、ちょっと一旦このネジは締めよう。外しても意味なさそうだし、もう一箇所外すのがすげえめんどくせえし、軽くだけどね。よいしょ。大変だね、結構ね。あ、でもこんだけカセットプレイヤーと違って大掛かりな機械だからさ、ちょっと怖いとこあるんだよね、やっぱ感電とかさ。ほんとコンセントは抜いとかないと怖いよね。で、どういうことだろう。ちょっと一回動かしてみるか、この開けた状態で。皆さんもね、気をつけて動かそう。これ絶対触っちゃいかんからね。カメラの位置が難しいんだけど、こんなぐらいでいいかな。カメラの足伸ばすね、ちょっと。このぐらい。よいしょ。さあ、カメラの足っていうか三脚を伸ばすね。そう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 。こんぐらいの方がいいかな。よし。ちょっと入れてみます。よいしょ。よし。電源入った。いいかな、こんな感じでいいかな。ちょっと取り出し、あれ電源オンにしなきゃ。あれ空回りしてるね。なんか今のは合ってる。なんか取り出し、そこが回ってないんだ。ゴムベルトが回ってなくない？やべえ、ゴムベルトだ。これじゃん。この子が回ってなきゃダメなんじゃん。やべえ、ゴムベルトが下手ってんだ。マジか。このゴムベルトの交換は簡単そうなんだよな。一箇所ネジがあれなんだけど。ちょっと一回ゴムベルト持ってきてみるわ。はい、ゴムベルト持ってきてみました。これだと思うんだよね、サイズ的に。ただ全然ギザギザとかないから、この特殊なのなんか持ってないから、ちょっとあれなんだけど、ちょっと一旦ね、電源を抜きます。よいしょ。ちゃんと電源を抜いて、OK ね。でね、なんかプラスチックのパーツが結構折れてるな。結構ここの角がね、ちょっともう傷んじゃってて。よし。で、ドライバー、ドライバー、よいしょ。いやー、これね、ゴムベルトだね、やっぱ確実に。ここでしょ？そう、ネジがさ、回んないんだけど。こいつなんだよ、こいつ。これ取んなきゃいけないんだけど、これがネジ回んないんだけど。そう、ドライバー持ってからいいやつ。そう、持ってきてみたんだけど、ちょうどいいんがなかったな、あんまり。やべえ、これ太いかも、これもう。いやいや、ムカつくな、これは。なかったんだよね。無理だ。こいつで頑張るしかない。このサイズのさ、ドライバーが全然なくてさ。ドライバーいっぱい持ってんのに。硬い。ムカつくからネジザウルスでいっちゃう、もうこいつ。回せない、これ、ネジザウルスじゃ。ちょっときっかけだけ作ってあげればさ、あとはこいつで回せんだよ。きっかけができてないの、まだ。いったかな。やっぱね、大事なのは道具だね。道具大事。これ全然回んないもん。これネジザウルスでいけんだけど、周りにさ、邪魔なんがあるからさ、回せないネジザウルスじゃ。
このプラスチック邪魔なんだよな、これ。このプラスチック折っちゃってもいいんだけどね。ああ。もうちょっとずつ回す作戦でいこう。行ってっかな。このね、道具のなさね。あーマジか。ドライバーさ、てかこの2本ほとんど一緒じゃない、先端。くそ、騙されたぜ。ニジザウルスもちょっと使いづらいな。ニジを強制的に外す、こいつでも。プラスチック割っちゃえ。行ったかな。あれ、ドライバーどこ行った。通常サイズのドライバーはこのさ、超力の入らないさ、これしかないっていうさ。あ、ちょっと回った。あ、回った回った。このでかい機械にさ、このメガニオドライバーで挑むっていうのが不可能なんだよ。あっち。あー、イラついたわ今。結構俺ダメだよね、こういう機械修理でイラつくってダメだよね。いや、ついて叩き壊すパターンだからね、基本的に。はい、外れました。で、これ外せばゴムベルトが外せますということかな。うん。もうゴムベルトが伸びきってるもんな。あ、なんか取れちゃった。よいしょ。これね、ほら。もう形もこの辺の楕円になってるし。もうゴムベルトはゴムじゃないもん、これ。硬いもん。これはダメだな。そりゃな。で、これかな、このサイズかな、ちょっと入れてやってみるね、試しに。多分無理だけどね、特殊だから。ん、回るんかな、これで。よし、回してみるか。コンセント入れて、回ってる？あー、空回りしてる。え、てかさ、回る場所違くね、これ。てかさ、これさ、ちょっと一見抜くけど、ここにつけんじゃん、ここ。ここはまってなきゃダメなんじゃない、これ。ここ回ってなかった、めっちゃ。ここだけ。あ、でもいいか、ここやったらギアが回るんか。で、このゴムベルトで行くってわけね。なるほどね。あ、でもね、多分ね、この中間部分にもギアがあれだからな。もうちょっときっちり、あ、なんか飛んでった。パーツが飛んでった。このパーツなくさないようにしないと、いらないと思うんだけどね。このよくわかんねえパーツ。なくさないようにしとかないと、一応ね。じゃ、ちょっと一回りちっちゃい、さっき結構キツキツだった感じするから、元のやつが。ちょっと、キツキツなのやってみようか。キツキツなやつで。そうすればさ、なんかうまくはまるんじゃない。これやってみようか、キツキツで。よし、やっぱギアが噛み合ってないな。よいしょ。
やっぱこれじゃ無理か。回ってないもんね。こっち側が。こっち側が回んなきゃな。ここにこうかけるとかは違うのかな。ほら、こうやって回してもさ、いかないもんね。やっぱ、注文か。結局注文しなきゃかな。このゴムベルトさ、ほら、ゴムベルトなのかこれ。カッチカチやぞ。カッチカチやぞ。なんかいけそうな、カチカチだったらこれさ、別にいいんじゃないの？これでも。これ、買い替えるとこれ厳しいぜ。逆に言うと買い替えちゃうかも。何個も買っとく？これ。あ、でも伸びてんな、やっぱ。これはね、厳しそう。ドライヤーで温めて縮めるってみたいなのできないかな。ちょっともう一回回してみるね。やっぱダメだな。緩いな、明らかに。明らかに緩い。これ外した方がいいんだな。なんかないかな、いいゴムベルト。これよりも、ちょっと一回りちょっとちっちゃめのにしてみるか。でもね、ゴムベルトじゃいかないんだよこれ。もう絶対形が違うもん。形状がこの当たったって。下を回したってもう上が回ってから滑っちゃってるだけだもんな。だってここか。ここもはまんのかな。ここも回すんかな。ほら、あ、いけそうな気もするけど、なんか全然いき見込みがないな。もうゴムベルトは足んないっていう。壊れてはいないんだけど、ゴムベルト壊れてはいるか。ゴムベルトが、ゴムベルトっていうのかな？特殊な、ちょっと輪ゴム持ってきてみようか。この平べったい輪ゴム。一応持ってきてみ、形状的には近くない？今までで。あの、元の、ゴムベルトと比べて、あれ？元のゴムベルトが消えた。あれ、元のゴムベルトどこ？あれ、元のゴムベルトがない。元のゴムベルトが消えたんだけど。マジで？え、このことある？まあ、いいや。多分一番形状的に近いかなと思われる、このゴムベルトじゃない、これ。ただゴムを使いたいと思います。輪ゴムの、あの、平べったい輪ゴムね。こうかな？ここで合わせるのかな？これ一番ぽくない？ほら、ちょっと先に、あ、でもちょっと緩いかな？ちょっと緩いかな。ちょっとやってみよう。あれ、元のゴムベルトマジでどこ行った？あれないとさ、ちょっと困るんだけど。行きます。
あれ、電源入んなくなっちゃったけど。なんで？あれ？どうした？ギアが回らなくなってんだけど。うん、どうしたどうしたどうした。急に元気な、さっきのすげえうるさかったのにさ、元気なくなったんですけど、どうしたの？ん？なんでなんで？あ、来た。な、どうした今、なんかなんで静かになったの急に。空回ってるかな？もうさ、こいつさ、ここにさ、かけりゃいいんだよ。あ、ダメだ。朝知恵か。やっぱギザが入ってなきゃダメか。あった。ま、普通に紛れてたわ。これめっちゃ硬いんだよね、これ。なんか硬化してんだとは思うんだけど。元も結構硬いんだとは思うんだよな。やっぱこのゴムベルトじゃなきゃダメだな、これ。このサイズのさ。逆に言うと、これがあれさえすればすぐ治るっていうね。逆に言うとね。あ、こっちからはめなきゃいけないんか。結構キツキツな感じするんだけどな。なんかいい感じな気がするんだけどね。なんか大丈夫そうな感じはするんだけどね。どうした？また元気なくなったけど。あ、電源切っちゃった。待てよ。ちょっと待てよ、これ。やっぱさ、ここ割れて、なんかパーツってないんじゃね？こことここやっぱかかんなきゃおかしいって。こうなってないと回ってないもん、こっちが。これで初めて回るんだよ。なんか調子悪いな。このうんっていう元気のない感じが出るんだけど、どうしたこれ。何これ、ホコリがやばいんかな。ん、どうしたんだ、あれ、どうした。もう古いからいろいろガタが来てんのかな。でもここにこう引っ掛けたって別に回らなさいじゃない。どうなってんだろう。再生はできるんだ。取り出しができないんだ、結構。ほら。この原因は何だ？今はこれか。これ挟むとかじゃないの？やっぱさ、こことここがなんか繋がんなきゃおかしいんだけどさ、パーツが一個ねえんだよな。ねえんかな？わかんない。ないんかな？いや、回ってない。ここ、噛み合わせが悪いのかな？いや、噛み合わせ悪くないな。うん、大丈夫。オン。
やっぱ、噛み合わせが悪いんだ。ゴムベルト生むんじゃなくて。わかったぞ。ここと、ここが、ちゃんと噛み合ってない。頭で見えてないから、大丈夫かな。ちゃんとあれしておこうか。ここが、ちょっと当たってないんだな。なんでだろう。あ、合ってる。今は合ってる。見えるかな。ここね。え。やっぱゴムベルトっぽいな、これ。ゴムベルト臭いわ、これ。ゴムベルトっぽいわ、これだ、やっぱ。これさ、ま、もうまた浅地屋なんだけど、この上にさ、このゴムを巻くことによってさ、ちょっときつくなってさ、いくんじゃない？でも2個になってもダメか。ゴムの強化。ゴムベルト強化作戦。ちょっと緩いわけでしょ、だから。回ったらウケんだけど、てか待って、これ一回さゴムベルト外してやってみようか。全部ゴムベルトとっていうかゴムというか、こういうねギザギザのベルトなんですよ。これはまあ Amazon でも買えるのかな。これ外したらどんな音するんだろう。なにこんなうるさいのこの音が。あ、パーツ取れてね。そんなことはないか。仕組みがちょっとベータは、ベータテストは違うっていうか複雑な感じはするね。やっぱりそうだな。やっぱこの二つはこことここはつなげないといけないから、ちょっと、めっちゃ細いゴムベルトを使って、細いっていうかちっちゃいゴムベルトで、キッチキチにしてみるわ。でも細いんだよね、やっぱね。よし、結構きつくしました、今までで一番。いくよ。あ、なんか惜しくない？あ、惜しくないね。てかさ、回ってなくね？てか待って、これさ、回ってなくね、これ。しかも今のは もちろんダメなんだけど、ここにいなきゃダメなんだけど、これ回ってた今。これ上の部分回ってなくね、なんか。さっきから思ってんだけど、回ってた、ここ。ここ回んなきゃダメなんだよ。ああ。これ機械の中にパーツ落とすっていうのが一番嫌だからね。こういうのは丁寧に取っていかないと。よし。ここか。これいる？でもやっぱこれが意味をなしてない気がするんだよな、ほとんど。多少なりとも動いてくれればいいんだよな、完璧じゃなくても。
なんで変なゴムベルト使うんだよ、ベーター。ほら、回ってない。これ回ってなくね。これをちょっと押さえてみよう。ん？回ってないよ。このさ、この上の部分が回ってないんだけど、下と連動して回ってない。なんで回んなきゃさ、待って、これさ、ゴムベルトの問題じゃなくない？だって上回ってないよ。そこ取るよ。取れない。回ってるね。そこ見ててね。回んない、回んないから。ほら、上の部分回ってない。なんで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 。なんでだろう。なんで上部分回んないんだろう。俺すごい回んなきゃさ、何意味なくない？どっちにしろゴムベルト云々じゃなくない？で、こ上が回んなきゃこの手前が回んないわけだからね。テープ出すか、これで回して地道に。ちょっともうちょっとしていくか。これ地道に回していけばテープ出ると思うんだよね、これ多分出ると思うんだけど、どうなんだろう。めっちゃ時間かかるんかな。あれ回ってる？テープが出ないんですけど。あれ、これもうちょっと簡単にも出ると思ったけど、これ以上回んないし。あ、回った。テープが出ないよね、これじゃあ。どうやってテープ出すの、これ。ここ回してもテープ出ないし。わかんない。これ何、そもそも。ここのギア。ここのギア意味あんの、これ。何とも絡んでないギアがあるけど。なんかと関わったよ。ここ何とも関わってないギアがあるんだけど、これはゴムベルトに関わってくるのかな。ここはもう回ってるし、ここテープでしょ。いや、なんか惜しいんだよな。いけそうでいけてないんだよな。ここが回るじゃん。回って、この中は回ってるってことは、ギア、あの、ゴムベルトついてる位置が違うんじゃない？これ。これさ、取れない？これ。これさ、こう、下と上が連動して回んないんだもん。普通、普段。これ回すじゃん。ほら。下だけ回って上が回ってこないってさ、これ意味なくね？ほら、ここがうまく回ってないんだよね。このプラスチックが。この余分なパーツが回んないんだよね。ほら、下だけこう回すとさ、ほら、わかるかな？上が、このね、透明だからわかりづらいんだけど、上の部分のパーツは回ってない。ほら、今指を置いてるけど、中だけ回ってるの。ってことは、この部分のパーツが回んないのがおかしい。だって回んなきゃこのギアが回んないもんね。これが回んなきゃこのゴムベルトに力が伝わんないから、ゴムベルトはだから壊れてないんじゃないかなと思うんだけど。ちょっと押さえつけてみよっか。これで回るかやるね。ちょっと回るかだけ。
うん、やっぱ空回りしてんだ、やっぱ。ここが。なんで？このパーツに関係ある？このパーツ関係ないもんな。やばい、これでギアがどんどんすり減るんじゃない？大丈夫？ってことはゴムベルト問題じゃなさそうだな。なんかゴムベルト良さそう。でもね、このゴムベルトもちょっとあれなんだよな。もう引っ張る力が足りてないのかもしれない、もしかしたら。さっきの浅知恵をちょっと応用しよう。これで、さっきの浅知恵の応用というのは、ここにこのゴムベルトを巻きつけるというね、ゴムベルト合体の術を使います。まあ、こんなのね、どこで習ったわけでもないから、間違ってる可能性が高いというか、絶対間違ってんだけど、試しにね、で、これをつけます。これでゴムベルトが外れにくくなるんかな？これなんなのこれ。このパーツってさ、この取りやすいけどさ、意味あんのかね？よし、決めた。コンセント抜いてあるかもし。さらにゴムを足します。そうすればさ、いくんじゃない？いかなくても原因がわかるかもしんない。ゴムベルトが緩いだけだったらベルト変えばいいわけじゃん。ほら、違うな。ゴムベルトが緩いのが理由じゃない。もう結構きついって、ほら、きつすぎてあんま回ってないのに、あれだから。わかったぞ。これゴムベルトが原因じゃなさそうだな。まあ、ゴムベルトももしかしたら、原因の一因っていうか、一つの原因ではあるんだろうけど、今のこの、なんか、うるせえ感じとか、何ギアが全然、ギアっていうか何このギアが回ってないのはやっぱり、ゴムベルト問題じゃなくて、ギア問題じゃね。このギアどうやって到達するんだろう。これ外すの大変じゃない？超分解しなきゃいけないそうなんだけど、大丈夫？これ取れるかな？これ取れないよな。なんかパーツ足りてない？もしかして。そんなことないよな。へえ、よくわかんねえな。ここじゃないでしょ。なんか、あ、いいか。これか？このパーツがすげえ重要だったりして。これ上が回ってくれればな。なんで回んないの？この上の部分が回んなきゃさ、意味ないんだけど。これは困ったね。わかんねえ。なんかこう回すとギア噛み合ってんのに、実際モーターで回るときに、なんだろう、ここか？
やっぱこの上と下を接着するの、上と下を接着すればなんか連動しそうな気はするけど、どこ接着すればいいかもいまいちわかんねえし、変なとこ接着したらただ動かなくなるだろうしな。あ、わかった。これ回るわけなくね？回んない理由がわかったぞ、上が。ちょっとわかるかな？ここなんだけど、このね、上の部分が回りたいんだけど、この外周にある羽みたいな部分があるじゃん。それがこの金属に当たってるから回んないんだよ。この金属に。だから、この金属が、回転するときにこっちにこかなきゃいけない。こう。こう。この状態にならなきゃいけない。こう。こう。こうなんだけどね、これが、これだと動かないから、これがこの状態になってれば動くんだよ。なんでこんなならないのかってことだよね。となると、その前の状態でどこか。これがこうならなきゃいけないの、動くときに。なんでこうならないの？こいつが邪魔してるわけだ。そうすればここも、ほら、上も回るんだ。ほら。下と連動して上が回る。ほら。まぁ、ちょっと回ってない気がするけど。あ、回るな。でも、ゴムベルトがあれば。うん、連動して回るわけだ。じゃあ、こいつがなんでこう動かないのかってことで。こっちか。こことここら辺は連動してんだよな。これがこうなれ、こうなれ、再生するときにこうなればもう完全に簡単に回るからね。そうならない理由が何なのかがわからない。まあ、ちょっと一回回してみるか。この金属見ててね。ほら、そこがやっぱ邪魔してんだよ。でさ、はい、今日。これはここまでもいいの。ほら、回った。こうなればいいんだから、これが、こう、こう。ほら。まあ、危ないからあんまやんないけど。やべえな、機械部、メカ部分が故障してる可能性があるんだけど、これ。これゴムベルト関係ある？だって関係ないよね。ここがこうならない理由がわかんないんだけど、こう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 、どっか取れ、なんか取れてんのかな。でも全体的にこう連動はしてんだよな、ずっとこっちまで奥の方まで連動はしてるんだけど、どっかに油差しとかそういうことかな。なんかこれ停、一時停止が常に押されてる状態？そんなことない？なんだこれ。ね、不思議だね。ここが動かない理由が。ここにこのギアが大事になってきたりして、このギア何のためにあるんだって話だもんね。ここになんかパーツがあったりあったのかな、もともと。
もともとあってさ、それが取れてさ、でもそんな感じもしないっていうか、だとしたらどうしようもないしな。これがこうなる理由、こうならなきゃ。かんねん。この羽を全部削っちゃうっていうのもあるけどね、逆に。もうこれが動かねえなら。でもこれ動かないとなんか他にも支障出てきそうらしいな。ちょっと待って。ゴムベルトは大丈夫なのかな？でもゴムベルトもなんかな。変えたいしな、そもそも変えたいしな。緩んでるし。でもなんか、ここさえこう、だってこうやってこうなってればさ、こうなってれば、ほら、ゴムベルト回るもん。あ、ゴムベルト大丈夫だ。ギリ生きてる。ギリ連動してるね。あ、この機械類、メカ部分の問題だけだ。ここどうなってんの？マジで。ここがこうならない理由。謎は謎、謎だ。なんで？何かゴムベルトの問題ではなかったけど、より細かいというか困った。困ったな。ゴムベルトの問題じゃないっていうのは分かったんだけど、これはめたところでだよな。はめりゃなんとかなるわけじゃないしな。これはめても意味ないもんな、このパーツを。組み上げないと動かない機械とかたまにあるじゃん。それではなさそうだし。こうで完全に動くもんな。完全に全てが動く。あ、テープ取り出せそうだよ。あ、取り出せない？あ、テープが引きちぎれそうだよ。なんで？なんでこれテープさ、引きちぎれそうなわけ？テープなんでさ、ここがさ、あれなの？他の機械も一緒に連動してんのか。ちょっとビデオとは仕組みが違うのかな、じゃあ。テープ取り出しの。ステップに入っていってはいるんだけど、今。ほら、もうここから先行かないもんな。テープがもう切れそうになっちゃって。手動では出ないってこと、テープ。ほんとだ。手動ではテープ出ないな。あれ？なんで手動で出ないの、そもそも。テープ傷んできてるし、やべえ。ラッコ物語いらないけどさ、いらないけど、ちょっと嫌だな。謎は謎を呼ぶな。
ち側なんか、こっち側のさ、なんかあれなんじゃない。ここか？ここなんか、パーツされてない気もするんだけど。なんか、そんなことないか。こう、パーツ足りないっていうのは、そもそも選択肢としてあんまり考えづらいんだよな。ほいほいほい。わかるかな、みんな。もっとこの方がいいかな。ここがさ、ここがこうなってくんなきゃこのギアが回んないわけよ。テープもなんか歪んできてるしさ。やべやべやべ、ゴムベルトを踏んでしまったらグネグネになった。大丈夫か。いやー難しいね。これはチャレンジとしてはちょっとやばいな。原因が分かった。原因が分かった。今回原因だけ分かった。ここがこうならないから、ここのギアが回んないからゴムベルトが回んないと。つまりゴムベルトは買う必要がないっていう。結構丈夫そうだし、これちょっとなんか歪んでる気もしたけどね。まあまあ、でもまだ生きてはいた。ここがこうならない理由なんだけど、やっぱ一回テープ抜きてえな。ここをこう緩めて、ここから取ってさ、あれすればいいんだけど、これどうなってんの、そもそもこのテープって。ここさ、巻きついてんじゃん。これどうやって巻きついたの。こう、どう出たの、このテープ。ここ？どうやってここにこう巻きついてんの、これ。この原理がわかんないんだけど。ん？こっち側テープ出てる。どう巻きついてんの、これ。こうやって、何これ、どういうことこれ。ベータってどうなってんの。ここに1本しかテープないの、こう。あ、2本ある。あ、もう1個はここか。なんっけ、このヘッドに巻きついてるわ。こうなってこうなってこうか。あ、こうなってんだね。あ、そういうことね。ってことはこれ何、これどうなってんの、これ。これなんで巻きついてんの、どうやって巻きついたの、これ。こう両端に出てきてこう、どうなってんだ、不思議だな。なんかこのテープが巻きすぎて仕組みがちょっとわかんないんだけど。ビデオデッキの時もあんま考えたことなかったけど。わかんねえな。つまりゴムベルト問題ではない。メカの問題だ。メカの問題となると、あと俺にできそうなことといえば、もうエアーで埃吹っ飛ばすぐらいかな。その前にこのテープ出したいんだけど、ここ回しても出ないんだけど、こうやってさ回してもさ絶対出ないでしょ、これ。ん、どうやったんだっけ。こうか、ここか。あ、でもそっか、ここを回したいんだけどってことでしょ。こうやればいいんか、テープあれするには。でもそしてもここが取れないんだよな。やべえ、テープの取り方もわかんない。みんなならさどうする。一旦頭冷やすか。で、ググっちゃおっかな。あんまググりたくないんだけどな。ほら、これテープが浮き上がってんじゃん、もう。なのにさ、これ以上いかないんだよね、絶対。モーターも連動かな。どうやってやんの、これ。テープが引きちぎれるだけなんだよね、これ以上やっても。これどうやってテープ出すわけ、これ、そもそも。これどうやってテープ入ったの、これに。
もう全然わかんない。テープの出し方がわかんない。ここからってさ、巻きついてんのこれ。わかんな。一回ぶっ壊す感じで直してやりたいな。もしこれ壊れてもこのゴムベルト取っとこうね。同じ機種があってゴムベルト壊れてたらさ、これにすればいいんだから。いやー、まずここはこうなりたいっていうのと、この仕組みがよくわかんないっていうのかな。まあ、仕組みについてはまあいいんだけど、ここはこうならない理由がわかんないな。ん？ここにテープも絡まってない？いいんか。いや、待てよ。こテープここにさ、こっち側ここに来てんだよね。こう来てるって、こう来て、あ、こう来てこうじゃない。こう来て、こう来て、こう来て、ここ通ってるよ。ここ通んだ。ちょっと待って、テープが通ってる道が分かったぞ。ここにあるの、テープ。これテープはここにいいんだろうけど、こうやるとテープが止まるんだ。で、再生ができるわけだ。ってことは、ここはこの状態じゃないとテープは出せないのかな。でも変にピンセットやると切っちゃいそうだな。テープ一回出してえな。ここをこう出して、ここも引、ん？あ、違うな。ここ押さ、ここが多分ね、引っかかってんね、一番。こここうやって、ここ回せればいいんだけど。もうこれ、難解だな。こうならない理由よね。テープが邪魔してる気がする、このテープが。テープが引っかかって、テープが引っかかって、この、ここが、ここに行ききってないんだ。だからここ硬くなっちゃって、ここが引けてないんだ。多分。多分っていうか、そうだ。このテープが、一旦テープ緩めよう。どうやって緩めたっけな。こうで、あ、そっか、今きつくなってんだ。こうか。どうやったんだっけ。うん、これでいいんだ。これが正しい状態だ。これテープがあれになったと思うんだけど、もうちょっとかな。テープがほら入ってない、ここちゃんと。これで引けてる、引けてるね。ちょっとこれで一旦行ってみようか。久しぶりにちょっと電源入れてみるね。特に問題ないよね。OK。 なんかおかしいぞ、うるせえぞ、このこれがうるせえぞ。再生もできなくなった。多分テープが変に絡んでると思うんだけど。テープが浮いてんな。やべ。
聞いたらな。なんとなく分かってきた気もする。テープ問題かもしれない、これ全ては。ここだな。で、お前がこうなるんだから。ちょっと待って、これ一旦テープをさ、あれしなきゃな。これ一番下まで下ろさなきゃいけないの、これ。これ一番下まで下ろしてスタートか。お前はこんな下りるんだ。うん、これ以上いかないかな。まだ行くな。あ、これ以上いかない。よし、これがスタートだ。よし、行くぞ。うん、あ、テープのガタガタはなくなったけど、やっぱりあれだな。これはこっちにこう来てないけど、こうなるもん。お、ほら出てきそうだよ。なんで出ないんだろう。ん、なんか出そうになったのに出ない。なんで？やっぱ絡んでんかな、テープが中で。単純に今は。テープ絡んでる疑惑あるな。ちょっと一回テープ切っちゃうっていうのもあるんだけどな。やべえ、テープ切りたくないな。一旦あれするね、テープを元に戻すわ。これなんかおかしいんだよな。よし、これでこのテープをちょっと外します。お、外れた。こうすればさ、これ引けばいけんじゃない。あ、出てきた。テープが出、ちょっと見づらいね、ごめんね。テープが出てきてくるよ。わーい、出てきた。ここだな。ここでしょ？このテープが絡んでるでしょ？ここなんだよな。ここ、ここ。この部分のテープがね、一番手づらいと思うんだよね。よし。で、出たという。あ、まだ？ここにもなんか絡んでるね。あ、光ってんじゃん。あ、なんか手に黒いのついた。これ何？ゴムベルトのあれじゃないよね。なんか溶けたやつじゃないよね。これ取れなくない？これか。こいつだ。この黒いのが変な。
この黒いやつが汚いやつ、この手につくやつ。え、どうやって取んのこれ。三角になぞってる。ちょっと待ってよ、これどうやって取んの。どうやってこうなったの、そもそも。意味が不明すぎるんだけど。これが全部上がるとかじゃなくて、全然わかんないんだけど、どうしよう。全然わからないんだけど。これさ、これなら動くのかな、ここが。じゃあやってみようか。この中途半端な状態で動かしちゃう。あ、動かないね、結局。テープが意味わかんない状態なの。結局テープが絡んでない状態でもこのギアは動きませんね。ちょっと待って、このさ、原因を見たい。テープがなくなったことによってふんふんふん。いや、特になんかパーツが壊れてるとかしてそうにはないけど、わかんないんだよ、あなたの素人目には。テープの出し方がわかんねえし。一回切っちゃうっていうのはもうありだよね、全然。もっといらないテープ使えばよかったなっていうか、いらないテープないんだもん。え、どうやって出んの、このテープ。どうやって出んの、このテープ。で、ここが完全にぐるって回ってさ、何にもないんだもん。どういうことだ。手品みたい、このビ、何このベータデッキって。これが、あ、待って、電源抜いてる。あ、抜いてる、危ない、危ない。コンセント抜いてなかった、危ねえ。危ない、危ない、危ない。これが、こう。まあ、基板触んないからいいんだけど。これが、こう。これが、こうなればいいってことでしょう。こうなれば全部がうまくいくと。これ以上は回らない。で、出したいけど出ない。出したいけど出ない。なんでさ、これ出ないの。そこちゃんと見たいんだけど。ここでしょ、だからこれでしょ。ここでしょ、だから、この、これこれ。これが出ないのがおかしいんだっつうの。あ、いけそう。
あ、行った。こっちは行った。こっちが行ったところでだしな。一周してんだから。こっちはどうやって抜けんの、これ。三脚。ここまで来たら切ってもいいんだけど、せめてこの意味がわかんないとさ、ぐるって回ってるんだよね。あ、行った。あ、なるほどね。あ、ヒンジになってるんだ、ここは。ごめん、スマホのバッテリーが切れそう。ここヒンジになってた。こう、ほら。あ、べべべべ、なんか変なの落ちちゃったかもしれない。ここヒンジになってたわ。なんか落ちちゃったかもしれない、今なんか、グッてやったら。ほら、ここはヒンジになってんだよ。ヒンジっていうの、こういうのって。危ない危ない。治ったかな？大丈夫かな？あれなんかおかしくない？やべえ、調子乗ってやっちゃったかもしんない。これ、あれ、もともとちょっとこうなってなったっけ？まあ、いった、使えそうだから、いいや。よし。とりあえずテープすき出せたわ。で、こう、回すんだけど、次は。スマホのバッテリーが切れそうなんで、ちょっと一旦テープについては次回直します。はい、じゃあ次回に続くということで、よろしくお願いします。じゃあね。